こんにちは汚いなそろそろ掃除しなきゃでもなかなか掃除ができないこのように思うことはないでしょうか私はよくあります掃除をしたくない理由は掃除って面倒くさいなあと思うから掃除は疲れてしまうから掃除よりやりたいことがあるからなどなど今回は掃除をやる気になる方法と私の感想をお伝えします綺麗な部屋整頓された机 ピカピカのお風呂、輝いている車などこうだったらいいですよね。でもきれいな状態を維持するためには掃除が必要です。まあお金を出して掃除をしてもらえばいいんですけどもずっとそれを続けるほどお金に余裕があるわけではない。だとしたら自分で掃除をするしかない。でもやる気は出ない。どうやったら掃除をやる気になるか。掃除をやる気になる方法についてまとめたものがこちらです。1短時間でできる掃除をやる。 長時時間間は辛いででですすけども短時間ならできそうですよね2音楽を聴きながら掃除をする音楽を聴くと気分が良くなるから掃除しやすいです3掃除をしたら自分にご褒美を出すご褒美があると思えると掃除を頑張れます4掃除が楽になるグッズを揃える掃除が楽になるとやる気が出てきます5掃除をする前後を SNS で共有するいいねをもらえると掃除を頑張れます6掃除をするメリットに注目する 例えば、健康やダイエット効果、気持ちがすっきりなど。掃除をすることで痩せたり気分がスッキリすると思うと掃除のやる気が出ます。7、掃除しないデメリットに注目する見た目が汚いばい菌やほこりで健康に悪いなど掃除しないと気分が悪かったり健康が損なわれるのが嫌なので掃除をしようと思います。8、掃除せざるを得ない状況を作る客を自宅に呼ぶなど客に汚い部屋は見せられないと思うので掃除をやろうと思います。9、 家族や友人と一緒に掃除をする一人じゃ掃除したくないけどみんなと一緒なら頑張れます10新しい家具やインテリア購入する新しい家具やインテリアを汚い部屋には置きたくないと思うので掃除をしようと思います11暇の時に掃除をする暇だから掃除でもやるかなと思います12掃除して嫌になったらやめるようにするいつやめてもいいと思えるので掃除しようかと思います13掃除したい時だけ掃除をする 掃除しなきゃと思うとできないけど、したい時だけだとお気楽に掃除できます。14. 掃除する時間を決めて時間が来たらやめる。掃除する時間が決まっているので、ずっとやらなきゃいけない感じがないので、掃除する気になります。これらすべての方法は誰にでも効果があるわけではないです。でも少なくともいくつかは、自分の掃除のやる気スイッチを押してくれるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。掃除をやる気になる方法、いろいろあります。 どれが一番効果があるかは人によって違います。私の場合は掃除に時間をかけないこと、あとは掃除しやすいグッズを購入すること、またリフォームなどは新しくしたとき、それをキープしたいので掃除のやる気が出ます。掃除は面倒くさいものだと思うと大変辛いものになります。しかし掃除が楽しいもの、楽なもの、自分のためになるもの、こう思えれば掃除のやる気スイッチは入りやすいです。何がやる気スイッチか、その答えはあなたの中にあります。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。